ヘロータピーチューのソージです。はい、ということで本日はですね、新しいスニーカーを買いましたので、それを紹介したいなと思うんですけど、ようやくですね、スニーカーズで買えました。まあ去年の4月からですね、まあコロナの影響とかもあったので、まあ店頭での抽選に行くっていうのをやめて、まあオンラインでの抽選で買うっていう風に切り替えたんですけど、まあそこからですね、全然スニーカーズで買えてなくて、まあ去年からまるっきりゼロっていうわけではないんですけど、まあ今年に入ってからは一足も買えてなくて、もうそれでね、結構心折れかけてたんですけど、ようやく買えました。まあ今回買った一足はですね、こうめちゃくちゃ競争率が高い一足っていうわけではないんですけど、ただですね、やっぱりスニーカーズであの変えた画面を見るとやっぱり嬉しいもんですね。ということで、その届いた箱がこちら。こいつ中の箱がこちら。まあ、黒の箱にですね、真ん中に大きくジャンプマンロゴ。ということで、今回買ったのがですね、復刻モデルになるんですけど、前回このモデルがリリースされた時ですね、約50万足売れて、その年のエアジョーダンシリーズのベストセラーにも選ばれた一足の復刻モデルです。ナイキエアジョーダン5レトロ、オレオでございます。はい、ということで今回紹介するスニーカーはこちらの一足。むちゃくちゃ久しぶりにスニーカーズで買えたので、もう買えた時はもう超テンション上がりました。きた！ということで、まずはですね、このモデルの説明なんですけど、こちらはですね、2013年にエアジョーダン5の23周年を記念して発売されたオレオという名称のモデルでして、もともとはですね、オリジナルにはなかったカラーのモデルとなります。で、今回僕が買ったのがですね、この間の8月25日に復刻で発売されたモデルとなっておりまして、ただ今回の復刻ではですね、オレオという名称ではなくて、ムーンライトという名称で発売されております。ただそのムーンライトという名称がですね、あまりにもちょっとしっくりきてなさすぎてですね、オレオという名称で紹介します。で、このエアジョーダン5のオレオなんですけど、前回のその2013年に発売された時がですね、約50万足も売れてるみたいなんですよ。で、それでその年のエアジョーダンシリーズのベストセラーにも選ばれた名作モデルとなります。ちなみに2位がですね、エアジョーダン11のガンマブルーで、約48万足で、3位がですね、これもエアジョーダン5でして、ファイヤーレッドで約47万8千足となっております。まあ、もちろんね、他のモデルも作られた数によってはですね、もしかしたら50万足を超えるようなモデルもね、あったかもしれないんですけど、ただ唯一の50万足オーバーって考えると、それほど人気だったってことがわかりますよね。で、またオリジナルカラーじゃなくて、そこまで人気ってところがまたすごいところですよね。はい、ということで上から見るとこんな感じで、アッパーはですね、全体的にヌバックを使って黒で統一しております。で、あとミッドソールの部分とライニングであったりとか、シュータン裏ですね、まあ、こういったところが白になったモノトーンカラーのデザインとなっております。で、今回のこのオレオに結構似たようなカラーリングのモデルっていうのを僕一足持ってまして、それがですね、こちらの2016年にリリースされた OG 仕様のブラックメタリック。まあ、両方ともね、黒ベースっていうところで結構似たような配色なんですけど、ほんま似たようなカラー多いんですよね。で、まあ、並べるとこんな感じ。で、今回のやつが OG 仕様ではなくて、こっちの方がですね、OG 仕様になってるんですけど、まあ、そういったところでですね、細かい部分の違いっていうところを見ていきたいんですけど、まずはですね、このかかとのロゴですね。 OG 仕様に関してはこんな感じで、ナイキエアのロゴ、レトロ版に関してはジャンプマンロゴになっております。で、あとはこのシュータン裏のタグですね。で、こんな感じでシュータン裏にですね、エアジョーダンと入ったタグがついてるんですけど、オリジナルが発売された当初というのがですね、タンを裏返して履くことを想定してたみたいでして、このエアジョーダンの表記っていうのが逆さになってるんですよ、 OG 仕様に関しては。ただ今回のオレオは普通にエアジョーダンと入っております。で、それ以外にですね、ちょっと違いがないかなっていうのを見てるんですけど、ものすごい細かい部分の違いがあるんですよ。というのも、このつま先の部分の補強パーツですね、二重になってるんですけど、このレザーが OG 仕様はここの幅が太くて、今回のはですね、ここの幅が細いです。正直それぐらいの違いかな。あんまその OG 仕様かそうじゃないかで違いはないかな。まあ、ただシンプルにその辺の違いは置いておいて、かっこいい。ジョーダン5やっぱかっこいいな。でね、まあ、今回これ箱なんですけど、箱もね、全体が白黒になってて、まあ、このあたりとか。まあ、箱もですね、オレオを表現した箱になっております。まあ、カラーもですね、モノトーンの白黒なんで、まあ、どんなスタイルでも合わせられる、使い勝手がいい、プラスめちゃくちゃかっこいい一足かなと思います。
はい、ということで履いてみるとこんな感じでございます。まあオレオね、本当にかっこいいなっていう一足なんですけど、僕ですね、普段太めのパンツを履くことが多いんですよ。まあ多いというか、まあほとんど太めのパンツなんですけど、でこうスニーカーにかぶせたりするんですけど、このジョーダン5に関してはですね、ちょっと細めのパンツの方が合うなっていうのが若干ありまして、っていうのもですね、ジョーダン5ってこのシュータンの部分ですね、っていうのが大きめのシュータンで分厚めで、大きめのジャンプマンロゴがこうボンとあるわけじゃないですか。なんかね、ここが見えた方がやっぱかっこいいなーっていうのも若干あります。っていうので、まあ太めのパンツで合わせるっていうところもね、全然いいかなとは思うんですけど、まあ細めのパンツも合うなーっていう感じですかね。ただやっぱりカラーリングはですね、もう本当に黒、そしてミッドソールが白というですね、まあオレオカラーということで、まあどんなスタイル、っていうところにもね、合わせやすい一足なんじゃないかなと思います。で、まあ、ここ最近ですね、ダンクシリーズが人気じゃないですか。で、ダンクシリーズの定価って大体1万2000円とかそれぐらいだと思うんですけど、まあ、そこに慣れるとですね、このジョーダンシリーズの2万オーバーってめちゃくちゃ高く感じますよね。で、その2013年とかそれぐらいにリリースされたジョーダンシリーズってもうちょっと定価安くなかったっけなと思って、その2013年に発売されたオレオの定価を調べたんですよ。そしたら、その時ですね、16,800 円でした。で、今回のオレオが 23,100 円なんですよ。まあ、今よりももうちょっと安かったやろうなっていう気記憶ではあったんですけど、あれそんなに安かったっけってびっくりしました。この数年でだいぶ高なりましたね。まあ為替のね、その日本円のレートの問題であったりとか、まあいろんな問題がね絡んでるとは思うんですけど、まあもう少し安ければね、もうちょっと手出しやすいのになーっていうのが本音です。まあ正直2万3000とか4000とかになってくるとね、僕も高いなって思っちゃうので。まあでも調べたらですね、アメリカの定価っていうところも20ドルぐらい変わってたので、何の問題なんですかね。まあ本音を言えばですね、定価がもうちょっと安くなってほしいなっていうのが本音です。はい、ということで本日の動画が良ければ、またジョーダン5のオレオがかっこいいなと思った方であったりとか、興味を持ったという方はですね、ぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる真ん中のアイコンをクリックするか、動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いします。またツイッターやインスタグラム、そして有料コミュニティサイトのファニコンなどもやっておりますので、ぜひこちらの方もチェックよろしくお願いします。まあ、僕自身ですね、できれば一時流通で買いたいっていうのがあるので、まあ、今回スニーカーズで買えてめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、ただ今ですね、その二次流通ですね、まあ、スニーカーダンクであったりとかを見ると定価を割れてたりもするんですよ。なのでそこにですね、特にこだわりがない方であればですね、そっちで見るっていうのも一つの定価かなとは思います。ただまあ定価の高さでちょっと覚えてるのがですね、ジョーダン3のですね、2016年に復刻されたトゥルーブルーですね。あれ僕めちゃくちゃ好きで結構気に入って履いてるんですけど、あれ定価が確か2万7000円かとかやってたんですよ。定価がめちゃくちゃ高くて、で並んでる人も当時ほんまに3人とかしかいなくて余裕で買えたんですけど、定価、日本円の定価って誰が決めてるんですか？どういう感じで決めてんだろう？なんかその辺ってめちゃくちゃ気になりません？ジョーダン3のトゥルーブルーとかあれだけやたら高かったんですよね。本当にもう少しね、定価が安くなって買いやすいことを願います。もうこんだけリリースが連発してるので、財布がね、みんなしんどいと思うんで。ただ本当にこれはかっこいいんだよな。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。